Hello, my precious friends. My name is Dr. Kaz Kinoshita. 面白英語塾担当の木下です。今日は、次のようなテーマでお話を進めていきたいと思います。最初はですね、Why なぜという言葉ですね。Why don't you 何々 なぜ何々をしないんですかという表現がですね、場合によって大きな誤解を招くことがあるというお話をしたいと思います。その次にですね、日本でよく使うプラスアルファ、誰でも使いますね。プラスアルファとかいう表現ですね。で、プラスアルファっていうのが英語として通じるのか通じないのかというお話をしたいと思います。で、今日の聖書の学びは第一コリントの16章10節、そこの、英語の構造を見たりですね、それを元にまたいろんな文章を作る練習をしてみたいと思います。そして今日の発音の練習の部分は、例えば、コーン、トウモロコシですね。コーンスープとかいうコーンという言葉がありますね。それとコーン、とんがり帽子とかいう意味なんですけども、その発音が非常に似ててですね、場合によっていろんな、誤解を生じたり問題が起こったりするというお話をしたいと思います。で、最後のこぼれ話としては、これ聖書の旧約聖書に出てくる本当のお話なんですけども、方言、地域によってですね、いろんな方言、発音の特徴がありまして、その方言のゆえにですね、ある発音ができなくて違う発音をしてしまって、自分の身元がバレて大勢の人が殺されてしまったと、これ実際に聖書に書かれている話なんですけれども、そのことについて今日はお話したいと思います。英語で Why なぜという単語がありますけれども、皆さんよく知っていると思いますね。で、Why は、日常生活でよく使う、疑問詞と言いますけど、単語ですよね。例えば Why didn't you come? あなたはなぜ来なかったんですかですね。あるいは Why aren't you happy? あなたはなんで幸せではないんですか。 Why don't you know my name? あなたはなぜ私の名前を知らないんですかというようなことですね。その文章が肯定形であっても否定形であっても、なぜという理由を聞くのがその Why という疑問詞という単語なんですけども、しかし英語ではですね、 Why don't you という表現が違う意味にもなるんですね。それで私が実際に体験して失敗したことがあるので、そのお話をしたいと思います。私は中学生ですね、1年か2年の頃に宣教師のお宅を訪問したんですね。そうしたら奥様が、私がリビングルームに入るや否やですね、私に質問するんですよ。どんな質問をしたかって言いますと、 Why don't you sit down? って言ったんですね。 Why don't you sit down? 私はそれをですね、あなたはなぜ座らないんですかって理解したんですね。もうそのように理解できますよね。 Why don't you sit down? あなたはなぜ座らないんですかって、部屋に入ってきたばかりの人にですね、なんで座らないんですかって言うってちょっと困っちゃいますよね。私もいきなりそんな質問されてですね、困ってしまったんだけども、一応質問されたからにはちゃんと答えなくちゃならないと思いまして、なんて答えたかって言いますと、 Because you haven't told me to sit down と言ったんですね。なぜならあなたが座りなさいと言ってないからですと。そしたらその宣教師の夫人がですね、なんかわけわかんないような雰囲気でですね、っていう感じだったんです。で、私がちょっとその英語の意味を違うふうに捉えちゃったんですね。で、その婦人宣教師が言った「Why don't you sit down?」は「あなたはなぜ座らないんですか?」という意味にも取れますけども、英語の表現としてはですね「Why don't you?」って言ったらですね、何か動作を促す表現なんですね。Why don't you sit down? お座りになってはいかがですか、あるいは座ってくださいという意味なんです。で、けども私が変なことを答えたもんですから、その宣教師がですね、あ、この少年はこの表現の意味が分かんないんだというふうに思ってですね、別の言い方してくれたんですね。Please sit down ですね。Please sit down。どうぞお座りください。そしたら私はもう絶対誤解しないですよね。それでまあそこに座ったんですね。ですから「Why don't you?」という表現聞いたらですね、何かしない理由を聞いてるんじゃなくて「何々してはいかがですか?」という意味だということを頭に入れていきますと、皆様もこれからの会話の中で変なことが起こらないんじゃないかなと思います。Why don't you sit down? お座りくださいって言うんですね。Why don't you sit down? お座りください。Why don't you come to my house? 私の家に来てくださいですね。まあ、そんないろんな Why don't you でですね、いろんな表現を言うことができます。で、私は「Oh, thank you」と言って座ったわけですね。次にですね、プラスアルファのお話をしたいと思います。皆さん、まあ、よくプラスアルファって使うわけですけども、プラスアルファってどういう意味でしょうか。で、おそらく何かそれプラス何か余分なものということですね。プラスアルファということで日本の人たちはまあ使いますね。これは学とか言葉をよく知らない人が使ってるんじゃなくて、テレビのアナウンサーも使ってますね。言葉にもう長けた立場の人であるアナウンサーもプラスアルファという言葉をまあ使ってるわけです。けども英語でその意味が伝わるかどうかですよね。で、アルファっていうのはですね、ギリシャ語のアルファベットの最初の文字なんですね。アルファで、聖書にもアルファオメガとかいう言葉出てきますけどね、最初の文字なので初めっていう意味がありますね。アルファ初めっていう意味がもあります。オメガっていうのは最後のアルファベットなので終わりという意味がありますね。ですからアルファとオメガって聖書で言った場合は始めと終わりという意味なんですけども、なんせこのアルファっていうのはもうギリシャ語だっていうことをちょっと念頭に入れていただきたいと思います。それでギリシャ語の2つ目のアルファベットはですね、ベータなんですね。アルファの次はベータ、アルファベータ、なんか聞いたような感じしません？アルファベータ、英語のアルファベット、日本式に言うとアルファベットですね。それが英語でアルファベット、これはギリシャ語のアルファベータから来たんですね。2つのアルファベットの最初の文字を表現したものがアルファベータ、それが英語式にはアルファベット、日本語でもアルファベット、まあ、これちょっと余談になりますけどね。それでじゃあプラスアルファですねって何なんだっていう話をしていきたいと思います。で、日本の方々がプラスアルファっていう表現を使った時には、決まった量のほかにいくらか追加されるものという意味で、誰も疑いもなく使っていますけども、英語でプラスアルファと言ったら多分誰もその意味がわからないんですね。日本でしか通じない表現なんですね。ですからこれを軽はずみ使うと意味のわからない英語になってしまいますね。じゃあなんでこんなことが起こったのかということなんですけども、実はですね X、 アルファベットの終わりの方の X ですね、数学なんかでも代数とかでも使いましたけども、その ABC のその終わりの方の X は代数なんかでは未知数ですね。未知数、決まってない数字ですね、未定の数字ということで使います。でプラス X という表現をしますとですね、未知数ながら追加されるもの、はっきりはしてないけども未知ではあるんだけども追加されるものっていう意味になりますね。プラス X、 実はですねこのアルファベットの X とギリシャ文字のアルファベットの最初のアルファとかですね、形がちょっと似てるんですね。で左の方がくっついてしまうとギリシャ語のアルファ、くっついていないと X なんです。で誰か日本のかなり影響力のある方がですね、英語のプラス X を見たときに、あるいはその X を書いた人の書き方がまずかったのかもしれませんけども、その日本の方がですねプラス X と書いてあるのを見て X がアルファに見えたですね。それでプラスアルファと言ってしまったんです。それが日本中に浸透してしまって、今やプラスアルファっていうのは誰もが使う常識的な表現になってしまいました。X とアルファが混同されてしまったというお話ですね。ですからそういう誤解があったので、プラスアルファは日本でしか通じない表現です。じゃあプラスアルファという内容をですね、英語で言いたい場合はどうするか。どうするかっていうとですね、and some extra、 そしてある程度の余分なもの、 and some extra 言えば日本でいうプラスアルファの意味になります。ですからこれから英語を話すときはですね、何かちょっと余分なものと言いたいときはプラスアルファではなくて and some extra という表現を使っていただきたいと思います。で今日の聖書の箇所はですね、第一コリントの16章の10節なんですけども、英語ではですね Let the hearts of those who seek the Lord rejoice、 主を求める者の心が喜ぶようにしなさいという聖書の箇所、そこから英語を学んでみたいと思います。で私たちはどういう時に喜ぶかと申しますと、大体は何かおいしいものを食べたりですね、音楽を聴いたり、旅行に出かけたりですね、友達と雑談したりですね、そういう時に楽しくて喜ぶわけですけども、主を求める時も楽しくなるっていうのは素晴らしいってことですね。ですから私たちはそういう旅行に出かけたりなんかするときに喜ぶように、主を求めるときに喜びましょうと、その喜びが体験できれば素晴らしいですよっていうのが第一コリントの16章の10節の聖句なんですね。ちょっと英語で読んでみますから私の後について言っていただけますでしょうか。Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. でこの聖句から今日は英語がどういう構造になっているかということを学んでみたいと思います。でこの文章には2つの基本的な文章が背景にあります。一つは They seek the Lord。 彼らは主を求めますですね。 They seek the Lord という文章が背景にあります。そしてもう一つの背景となる文章は Let the hearts of the people rejoice。 人々の心が喜ぶようにしなさい。 Let the hearts of the people rejoice。 この2つの背景の文章が合わさって今日の聖書の箇所の文章になりますね。 Let the hearts of those who seek the Lord rejoice。 ではこの2つの文章をどういうふうに合わせるとその聖書の文章になるかということを学んでみたいと思います。 They seek the Lord。 彼らは主を求めますという文章ですね。これをちょっと変化させますね。 They のところを Those who に変化させます。 Those who であと同じですね。 Seek the Lord このように変化させますと、これはどういう意味かと言いますと、主を求めるものっていう意味でこの文章が名詞になっちゃうんですね。で私の分析では名詞化34っていうものなんですけども、名詞になったら他の文章の名詞と入れ替えることができるという鉄則がありますね。でさっき用意した背景の文章にLet the hearts of the people rejoice となりましたね。人々の心が喜ぶようにしなさい。で、人々 the people という部分は名詞なんですね。ですからその名詞のところにこれを入れることができます。どうなるか。the people のところにですね、これ rejoice をちょっと移動させて those who seek the Lord と入れ替えることができますね。そうするとLet the hearts of those who seek the Lord rejoice という文章が出来上がりますね。これが聖句そのものの文章ですね。主を求める者の心が喜ぶようにしなさい。で、さっきの文章は Let the hearts of the people rejoice。 その名詞の部分だけが入れ替わったものが Let the hearts of those who seek the Lord rejoice。文章が長くなったとしてもですね、そんなに複雑になったわけじゃなくて、ある文章を名詞化させると簡単に長い複雑だと思われている文章も作ることができるというお話です。ではですね、このさっきの第一コリント16章10節の文章を応用して他の文章を作る練習をしてみたいと思います。ちょっと似てますけども Let the hearts of those who are meek rejoice。 柔和な者の心が喜ぶようにしなさいと、こういう文章を言えるようになりたいですね。 Let the hearts of those who are meek rejoice。 そうするとこれも全く同じで背景に They are meek、彼らは柔和ですという文章がありますね。They are meek という文章をさっきのやり方に従って名詞化させちゃうとどうなるか。Those who are meek ですね。意味は柔和なもの。Those who are meek。そうするとこれが名詞になっちゃったので、もう一つの文章 Let the hearts of the people rejoice の The people のところに Those who are meek を入れ替えることができますね。そうすると Let the hearts of those who are meek rejoice、柔和な者の心が喜ぶようにしなさいという文章が成り立ちます。分かりましたでしょうか。では、もう一つの応用文を作ってみたいと思います。それは Those who know the fact will support you。 その事実を知っている人たちはあなたを支持するでしょう。その事実を知っている人たちはあなたを支持するでしょう。この文章をどうやって作っていくかという練習をしてみたいと思います。まず最初に背景にある文章として「They know the fact」。彼らはその事実を知っていますですね。「They know the fact」。この「They know the fact」という文章を名詞化させるとどうなるか。Those who know the fact。その事実を知っている人たちという名詞になっちゃいますね。で、もう一つの背景の文章として「Some of us will support you」。私たちの誰かがあなたを支持するでしょう、サポートするでしょうという文章が立ちますね。で、Some of us というのはこれ全体が名詞なんですね。私たちのうちの誰か何人か。そこにさっきの名詞化させた表現 Those who know the fact を入れ替えると Those who know the fact will support you。 その事実を知っている人たちはあなたを支持するでしょうという英語になりますね。これ大丈夫でしょうか。難しかったでしょうか。本当は優しいんですね。後でまたちょっと聖句に戻っていきたいと思いますけども、今度はですね、発音のお話をしたいと思います。トウモロコシ、皆さんトウモロコシ好きでしょうか。トウモロコシのことを英語ではコーンと言いますね。コーン、どういう発音になっているかと申しますと、コって言った後ですね、舌を先端を後ろの方に丸めてですね、ちょっと後ろの方に丸めた音なんですね。コーン、コーンですね。最後は n、コーン、コーン。これがトウモロコシっていう言葉ですね。で、トウモロコシのスープ、皆さん好きだと思いますけれども、そうす、コーンスープなんですね。コーンスープ。それがトウモロコシスープ、コーンスープですね。で、私は以前にですね、20年間ほどですね、毎年日本人の学生を連れてアメリカのホームステイプログラム、ホームステイと語学研修プログラムというのをやってまして、毎年何十人という日本の学生さんたちをアメリカに連れて行ったんです。で、その中で英語の学びだけではなくて、いろんなところに行ってですね、楽しんだりとかそういうのもしたんですけども、ある時ですね、大きな有名な公園に行くのに早くバスに乗って、貸し切りバスに乗って、途中で朝食を済ませて有名なその公園に行くという計画をしました。で、いわゆるファストフードレストランですねによってですね、それぞれ学生に自分で朝食を注文して食べなさいと。それも英語の練習になりますから、私が全然助けないで一人一人がカウンターに行って、注文して朝食を食べるということだったんです。そしたらですね、2人の学生が朝食食べてたんですけども、何を食べてたかっていうとアイスクリーム食べてたんですね。他に何もない、アイスクリームだけ食べてるんですよ。で、朝食にアイスクリームだけっていうのも珍しいなと思ってですね、お腹が空いちゃうんじゃないかと思って、なんでアイスクリーム注文したのと、他のもの食べないのって聞いたんですよ。そうしたらその2人の学生は、私たちはアイスクリーム注文した覚えがないんだと。だけどもこれが来てしまったっていうんですね。で、なんて言ったんだって聞いたんですね。カウンターでその店の人になって注文したんだって言ったらですね、彼はコーンプリーズって言ったんですね。コーンプリーズ。そうしたらアイスクリームが来ちゃったって言うんですね。でその時私はピンと来たんですね。彼らがコーンスープ飲みたいのでコーンプリーズって言ったんですけども、その発音を間違っちゃったんですね。でトウモロコシの方はさっき言ったように舌をちょっと丸めますね。コーン、コーン。けれども日本の学生が言った発音はですね、コーンって言っちゃうんです。コーン、おうですね。コーンって発音してしまったんです。で、こう、おからうに変化する音をですね、発音するとどういう意味か、とんがり帽子なんですね。こう三角形のこういう山形の帽子みたいなものですね。で、アイスクリーム、あれは日本ではソフトクリームって言いますけれども、こうとんがり帽子みたいなのを逆さにしてそこに乗せて食べますでしょ。でこの入れ物ですね、とんがり帽子みたいなのでコーンって言うんですね。で日本の学生がコーンプリーズって言った時に店の人はとっさにアイスクリームを入れるこのとんがり帽子みたいなものを思ってしまったんですね。あ、この学生はアイスクリームが欲しいんだということで、その中にアイスクリームを入れて出してしまったということでですね、学生たちは不本意な食事をしてしまったんですね。これと似たようなものとしてですね、例えば「生まれました」っていうあれですね、私はいついつ生まれました、born、B-O-R-N、born っていうのは生まれた、生まれるっていう言葉の、あるいは生むっていう言葉の、過去分詞とか言われているものですけども、born これも「お」を言った後 R 口を丸めて、奥の丸めて born ですね。 born これは私が生まれたという意味ですね。 I was born in 1946とかね、1946年に生まれましたときの born。 もう一つ似た発音としてはbone、B-O-N-E、bone。これは骨なんですね、骨。で、I was born って言っちゃう人が、いつ生まれましたって言っちゃいますけども、I was born とか発音すると、私は骨でしたって言っちゃうんですね。I was born in 1975。私は1975年に骨でしたってなっちゃうんです。そうすると生まれましたっていうことと程遠い意味になっちゃいますね。ですから生まれたって言いたいときは I was born in 1975 ですね。でこれは犬は骨が好きですとか言うときは dogs like bones、 bow、 o ですね。 or と o の違い。もう一つの例としてはご飯を食べるときですね、特に洋食を食べるときに使う、日本ではフォークとか言いますけども、英語ではフォーク、 F の後ですね、 OR、 OR、 フォークと言いますね。ご飯食べるのはフォーク、フォークじゃないですね、フォーク。もう一つ似た単語としてFOLK っていう単語がありますけれども、これは O からうに変換するためのフォーク、フォーク。意味としては人々、あるいは良心、民族音楽とか意味がありますけれども、それがフォークですね。でフォークダンスとかありますね、フォークダンス。あれフォークダンスじゃなくてフォークダンス、民族音楽のダンスですね。それからフォークソング、民族音楽で歌ですね、民族の歌。フォークソングじゃなくてフォークソングで、ですから食べる時のフォークとその民族音楽とか両親のフォークは発音を区別しないといけませんね。野球でもこの単語が出てくるんですね。食べる時のフォークと同じ単語が野球用語で出てくるんですけども、皆さん知ってますか？ピッチャーが投げる球の中でフォークボールっていうなんか言われているものがあるんですけどね、あれはなんでフォークボールって言われてるかっていうと、まず発音がちょっと間違ってんですね。あれフォークボールじゃなくてフォーク、食べる時のフォークと同じですね。 O から R に変化してフォーク、フォークボールで、フォークってなんで言うかって言いますと、ピッチャーが球を投げる時に自分の手を食べる時のフォークに見立てて、指と指の間に球を挟んでそれで投げるんですね。ちょうどフォークの間に球を挟んで投げるような形なのでフォークボールって言うんですね。ですからあれはフォークボールではなくフォークボールです。これから発音に注意していただければと思います。最後に同じ例としてですね、フォーム、形ですね。形、日本ではホームとか言いますでしょ。ホームがいいとか、あれホームだと通じないんですね。フォーム、 F-O-R-M、 これも O から R に変化しますね。フォーム。そして瓶に何か液体入れてガチャガチャってやると泡出す、泡ですね。あれはフォーム、フォーム、 F-O-M-E、 O からUに変化します。では一つ質問があります。駅のホームはどっちでしょうか。駅のホーム、駅のホームはプラットホームとか日本で言いますけども、これはフォームで、プラットフォーム、形の方です。プラットフォーム。あ、私はもう一つ用意していました。もう一つですね、寮、学校についてる寮に泊まったりとかですね、寮生活とかありますけども、この寮はドーム、 O から R に変化するドーム、これが寮ですね。でもう一つ似た単語として D-O-M-E、 D-O-M-E、 ドームっていうのは半球体、 円の形した天井ですね。東京ドームは校舎の方 DOME ですから、ドーム、 OU ですね、ドームで、寮の方はドーム、違いが分かりますでしょうかね。ドームとドーム、初めての人にとっては似た発音なんですけども、英語を話す人にとっては全く違う発音なんです。ではちょっとこぼれ話、面白いお話をしたいと思います。これは実際聖書の中に書かれている歴史的な出来事なんですね。で昔イスラエルにギリアデ、日本式に説明しますとギリアデ部族とエフライム部族っていう部族があって、どちらもイスラエルの人たちだったんですけども、内紛が起こったんですね。内紛、民族同士の戦いが起こっちゃったんです。そしてエフライム族っていうのが負けたんですね。ギリアデ族に負けたので、この敗北した人たちは川を渡って自分たちの領土に戻ろうとしたんです。その自分たちの領土に戻ろうとしたんですけども、その川の渡る場所にですね、ギリアデ族の見張りがいたんですね。でその見張りはエフライム族、逃げようとする人は全部捕まえて殺してしまうっていう、そういう立場で見張ってたんですね。顔を見ただけでは分からない、言葉もですね同じ民族ですから言葉を聞いただけでもわからないはずなんですけども、ギリアデ族はある方言ですねに目をつけました。でどういう方言に目をつけたかっていいますと、エフライム族の人たちは「シ」っていうんです。シャシシの「シ」っていう発音をですね、さしっていう発音する癖があったんですね。日本人はその逆なんですけどね、日本人はしっていうのをしって発音してまいりますね。例えばシート、座席をシートっていうのでシートとか言いますでしょ。で6、数字の6、6っていうのをしじゃなくて6って言っちゃいますね。日本人はその逆の癖があるんですね。すはしって発音しちゃうんですけども、エフライム族は逆でし、すをすって発音するっていう方言があったんです。でその方言には目をつけたんですね。それでギレアデ族の見張りはですね、エフライム族の人たちにですね、その川でシボレスという言葉を言い出したんですね。シボレス、それは激流という意味なんですね。激流っていう意味の単語なんですけども、それを言わせました。そしたらシボレスですけども、エフライムの人たちはシって発音ができなくてシって言ったんですね。シボレス。そうするとその発音の特徴でエフライム人族だということがバレてしまって、彼らは全部そこで捕まって、なんとですね42,000人殺されちゃったってね、聖書に書いたんですね。ものすごい変なことが起こったわけですけども、彼らは方言が出てしまったので命を落としてしまったっていう歴史的な事実なんですけども、それでこの「シボレス」って激流っていうその言葉はですね、今英語として使われています。英語として何という意味で使われているかと言いますと、合言葉っていう意味として使われていますね。シボレスで、その合言葉を正しく発音できたかできないかで命を落としたか助かったかっていう、歴史的なことがありましたので、今は合言葉という意味としての英語になっています。ではですね、もう一度ですね聖句のところに戻ってですね、で発音の練習をしてみたいと思います。では、最後にまた、聖句の練習をしたいと思いますね。第一コリント16章の10節の聖句。 Let the hearts of those who seek the Lord rejoice。 言えますか？主を求める者の心が喜ぶようにしなさい。素晴らしい言葉ですね。Let the hearts of those who seek the Lord rejoice。 言えますか？できればこれを暗記してですね、もうこれを応用したいろんな英語の文章を言えるようになれば素晴らしいと思います。Well then, please come and join us again, okay?